ょ。花江、自民党の花江です。新しい会長と副会長ができたということで、ちょっと確認だけお願いしたいんですけども、我々が参加していない法定協議会で、さまざまなこと、会長一任という議決をされているようですけども、これについては、新たな会長が副会長、会長副会長が選出されたわけですから、それはご破産になったというかですね、その議決というのはするんだったらもう一回しないといけないということです。どのように我々捉えたらいいですか。すいません、それについて今までの議決を踏襲して進めさせていただきたいと、このように思います。はい、踏襲ってどういうことですか。今までの議決をそのまま踏まえながら進めさせていただきたいと、こう思います。生きてるということ。ほな、会長一任ということは生きてるということですか。そうです。はい、そしたら次に進めさせていただきます。